けど、お三方はそれぞれのこうライバル意識というか意識し合う部分っていうのはやっぱりあるんですか。いやなんか僕友達だと思ってて。いやでもちょちょあのなんかなん <laughs> ごめんなさいごめんなさいちょちょ違ういやでもライバルライバルですめちゃくちゃライバルですめちゃくちゃライバルだからねライバルなんだけどでもやっぱでも根底にやっぱ友達がありましてだけどやっぱ皆さんの作品を見てやっぱ刺激。 して刺激させられる俳優になりたいし友人でありたいっていうのはもちろんあるのでだけどそうですねあのなんかあの以前なんか違うなんかインタビューの記事を読んでましたらなんか松坂桃李さんが小倉正樹がライバルだみたいなことをなんか記事で見たんですよ。それを見て、<ー>あそっからライバルって言った方がいいんだってそそそそう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  <laughs> <laughs> 本当、ライバルですよ。<laughs> 本当にもう僕も、あのー、2人のことを友ともよ思えるし友だと思ってるし、まあ、なんて言うんですかね、まあ、ライバルというか、まあ、この現場、この作品を7年,あその7年前にやってスペシャルもやって、まあ、今回の映画もやって、まあ、もう戦友みたいな感覚でもいるしなんか本当になんだろう気になる2人ですね、ずっと。 多分それは変わらないだろうなとも思うしそれはもうなんか仕事もプライベートでもどんなことしてんのかなとかって気になる2人のような,なんかそういう存在ですね。僕もそそうう思思いいまますす <laughs> 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 やっぱそう思いますねなんかよりこう成長している姿で会えてるっていうのがやっぱりこういい、ね、とても強烈的ですよね。